まあ、チャンネルでーす、昨日はあの位置に、タープとハンモック設置したんですけど、今日はこっちですね、フィールドサイトの方で、まあ、チャンネルキャンプ場結構いろんなところに貼れますんで、今日はフィールドサイトのところに、BD タープのステルス張りやったことなかったんでチャレンジしてみたいと思います。DD タープのステルス張り、はい、完成です。ちょっとね畑にかかっちゃってるからね、気にしない。40センチ3本で120ぐらいかね。であそこの下にあとこれだと、寝れますね。この広さはなんとか寝れる広さ。ただ風強かったらこれ隙間から入ってきますよね。あと夏もこれ暑いなっていうそういう感じがします。いい椎茸できてるね。最初さファイヤースターターで一生懸命つけてたんですけど、めんどくさいよね正直。火できてきましたね。食材なんですけど、タラのね、あとシイタケ、これ両方庭で取れたやつですね。あと卵とオリーブオイル、タラのソテー作っていこうと思います。軽く洗ったんですけどね、こんな感じでいいんだと思います。 2,3 センチおいしいし、タンパク質とる。ソテーだからね、ちょっと分厚めに切りましょう。これ肉厚でいい椎茸ですね。もうちょっと、タラの根と椎茸、ソテー、卵とですね。はい、じゃあ改めましていただきます。乾杯。結構ありますね。本当にいろんなことができるんじゃないかと思うんですけど、なんせ普段住んでないもんでね、また帰ってくる機会があればぜひ、いろんな可能性を追求したいと思います。